こんにちは、札幌占い美容師、早山かしのことです。今回は、カラーをちょっと暗くしたいんですよね。はい今はなんだっけ、リレキアブリーチ1回だ。1回だけします。1回だけして、青を決めたんだ。青じゃなくて、ブルーアッシュレイなんだね。はい、それが分かんないかな。で、この色に今なってて、はい、やる色はなんかこれままだとちょっとあれが顔前にちょっとコントラストがスローライト入れたりとかちょっとまあしていきたいなと思うんで、カラーはそんな感じで上から乗っけます。でハットのスタイルは、ボブにしたいということなんで、もう少し短く、もうちょっと短く。これはね、跳ねるの、ここはなんかくせ毛があるんですか。多分跳ねるでしょ。全体的に癖があるはい、たまります。ちょっとね、その癖毛もちょっと見ながら内巻きに、まあ、この長さぐらいでボブにしていけたらいいかなと思います。前髪はあんまり組んないかな。で、最後にちょっと軽くパーマかけさせていただくような感じで、プレミアムロットでちょっとパーマかけたいと思うんで、です。はい、モデルさんのビフォアを見せてなかったので、で、ビフォアの状態の正面からだけだったんで、ちょっとビフォアはこんな感じです。これ後ろでブリーチしてて、こんな感じになります。今グリーンが結構強く出てるんで、このグリーンとぶつけていこうかなと。あとブラウニーをちょっとしっかり入れたいってことなので、グレーカラーの方をちょっと使います。グレーカラーのスローカラーの CP の6 CP の8、こちらを使っていきます。ピンク系ですね、の白髪染めです。これを使っていって、顔周りに、アディクシーのシルバーの3をローライトで、ちょっとオキシで2倍にしてるんですけど、ちょっと染料若干薄めてます。 3% で2倍にしてますので、ちょっと顔周りにちょっとやるぐらいなんで、時間はそんなかかんないかな。とりあえず1回全部塗ってから、あと顔周りに今最初どの辺に入れたら可愛いかなっていうのをちょっとイメージしておいて、後でちょっとやっていこうかなと。他にちょっと暗めの、こうシースルー感がよりこう束感で見えるように作ってあげると、よりこう髪の毛の重さが見えて、なんかパサって見えないかなって。ちょっとローライト入れることによって、もうちょっと毛束が強調されて、この辺の軽さが持ってきてくるのかなって気がするので、ちょっとローライト顔前に入れたいなと思いました。いつもさ、担当はさ、女の美容師さんの方がいい、男性の方が多い、たまたまね、指名とかじゃなくて順番に当たってって、そのたまたまっていうのはあると思うんですけど、はい、どうですか。女の人の方が多いかも。多いですか、はい、女性でこういう人だったらいいなって、どういう人、美容師さんで。すごい難しい質問ですよね。女性でこういう美容師さんだったらいいなってありますか。こういうタイプの人、例えばじゃあ年何歳ぐらいの人がいい。若い人。難しい人。じゃあ具体的に何歳。具体的に何歳ぐらいでいいか、何歳ぐらいの人。22歳とか。22歳の美容師さんでいい。はい、あ、結構若めだね。22歳の美容師さんで、じゃあおしゃれ系とギャル系どっちがいいですか。おしゃれ系がいいです。そうだよね、雰囲気的に見ても、そう、性格は明るい方がいい、それともあんまり喋んない感じの方がいい。明るい方がいい。当たり前だよね。同じぐらいの方が話しやすいってこと。はい、なんか話しやすい、話題とか。ああ、そうなんだ。じゃあ35歳の女の人は。別にいいですけど。何歳でも。何歳でも大丈夫。うん、全然気にしないです。あ、気にしないけど、無理やり今年齢を言ったから無理やり答えたということで大丈夫でしょうか。はい。男の人が、しょうがなく男の人が担当だった場合、何歳ぐらいの人がいいですか。絶対僕に気遣わないで言っていただいたり、そこはもう、僕だから質問してる人なんだ。23ぐらい、同じぐらい。いや、男の人だったら、あんま若くない方がいい。それなんで。なんで。あ、なんかその技術的なあれがちゃんとしてそうって感じですかね。それもあります。そうですね、伸びてきてるところはかなり真っ黒くなってますね。これちょっと時間差で、ちょっと後で塗っていくんで、ここはあんま明るくしちゃうと、次伸びてきた時にまた明るくなっちゃうから、ちょっとそこは暗めでいいかなと思います。いいですか。うまくかわしましたね。この質問ちょっと嫌っすか。いや、
ちょっと微妙、微妙。いや、別に。男性で嫌だなっていう感じでどんな人？雑な人。雑な人？うん。ああ、仕事が雑な人。いや、なんかこの間病院って行った時に。それ言っても大丈夫？ん？それ言っても大丈夫？あ、ダメですか？あ、いやいや、俺はいいけど。わかんないよね。美術さんしか見てないから大丈夫か、うん、この間行った時の話でしょ、それリアル話だけど大丈夫だよね、その人見てないと思うから。めっちゃ見てて。見てないです、じゃあお願いします。いや、なんか、はい、髪、はい、髪の毛乾かす時めっちゃ引っ張ってるのが痛かった。あ、そういうのが雑な雑系。なんか、あ、そっか、俺結構やるそれ。あ結構指摘が多い。めっちゃ痛かった。気をつけるわそれ。髪乾かすときに結構こうなった。引っ張って。ああ、引っ張るね、俺。で、あとはどこだったの？髪乾かす以外は大丈夫でしたの？うん、大丈夫。髪乾かすときがちょっと、すごい引っ張られて。めっちゃ引っ張ってきた。髪、あ、そっか、こういうことね。なんか引っ張りながら。ブローってこと？ブローで？手でなんか、ちょっとこうやってやりながら乾かすじゃないですか。あー、こうやってギューって力入れて、あ、それが痛かった。これはちょっと弱い感じなんですね。うん、気をつけます。お願いします。はい。そっか、あとは？結構無茶ぶり多い。あとは、特に。特に大丈夫です。カラーの時引っ張られなかったですか？カラー？はい、ブリーチとかするんですか？大丈夫でした？この時は何で？ブローする人？なんか別の人なんですけど。あ、ちょっと雑めの人が入ってる。はい、普通にカラーじゃなくてカットカットだけの時で。あー、そうなんですね。あ、その時じゃなくてカットだけの時に。カットの時ちょっと雑だった。イラッとした？普通にイラッとした。イラッとした？そう、そうか、気をつけよう。これ結構やる。もう時間、だいたい夜さ、時間、まあ営業時間はまああれだけど、この夜の夜タイムは、ま、ほんと時間ないからさ、うん、結構焦るでしょ。あ、焦るでしょ。メニューが濃いからさ、まあ、最初に言うんだけど、そういう時はちょっと今日激しくなっちゃうかもしれないですけど、うん、やるともう電車が間に合わないから結構そういう言い訳ですけど、そういうのはある。メニューがちょっと濃すぎて絶対無理だなっていう時とか、うん、それぐらいはしょうがない、うん、けどなるべくやめてほしいよね。なるべく、はい。そうか、分かった、頑張る。めっちゃ話しかけてくるさ、うん、美容室と、あんま話しかけてこないのどっちが好き？うん、あんまり話しかけてこない。の方がいいの？うん、人によるかもしれない。あ、人によるかも。あんまり話さない方が。話すの得意じゃないから。十分話してると思いますけど。そうですか。あ、十分話してます。いや、結構人見知りなんですよ。そうなんですか、うん、あ、そんな感じは全然感じないですか？え、感じないですか？はい。昔からですか？昔もっとすごかったです。へぇ、全然話さなかった。あ、そうなんですね、うん、全然人見知りの感じはちょっとあまりわからないですけど。これ今ちょっと根元塗っていきます。全体塗り終わったので根元塗っていってますね。はい、色の方は先ほど言いましたけど、スローカラーの CP の68です。はい、もうあのブリーチで、ブラウン味がなかったので、今回モデルさんが希望されてたのがちょっと、ベースにブラウンが入ってるような感じの深めのカラーだったので、あえてグレーカラーを今回は使ってます。スローカラーのグレーってあの赤みちょっと抑えてくれてるんで、ファッションで使っても全然いけるっていう感じで、僕は使うときあるんですけど、よく使うスマホアプリ、スマホアプリベスト5何ですか？適当で大丈夫です。インスタ？インスタグラムは使う？あとは？使う。女子が使うなんかまとめのなんか美容系の、ああ、はい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 、まとめのアプリね。ありますね、なんか美容とか髪の毛のセットとかさ、そういうファッションのやつ、はい、それを見るのね。はい、あとはあとツイッター。あー、え、ツイッターどういう時に使うの？ツイッター暇な時。ほとんどつぶやかない
のつぶやきで人のやつを見る、なんかまあわかんないけど。